皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。マクドナルドのチキンマックナゲットの新テレビ CM に、平野翔二27、神宮寺勇太26、岸優太28によるグループ、ナンバーアンダーバーアイが出演することが18日発表された。サムライマックの新 CM に起用された赤西陣のイケメンぶり。過去には嵐やキンキキッズ。 木村拓哉などを CM に起用してきたマクドナルドだが昨年の旧ジャニーズ事務所の性加害問題によりいかなる人権侵害も許容することはできないという立場から旧ジャニーズに所属するタレントとの CM は契約期間満了後の更新はしないと明言しているマクドナルドの意向が表明されると同時に岡田准一や木村が出演していた同社の CM は事実上の打ち切りになった一方 23年11月末で旧ジャニーズ事務所を退所した岡田を再起用した CM が1月16日から放送され、3月28日には、元 k a t ー t u n の赤西陣39を起用したサムライマックの新 CM が放送されるなど、やめジャニの CM 起用が相次いでいる。そういった流れもあり、ナンバーアンダーバーアイの起用を機に、旧ジャニーズファンのマクドナルドに対する不満が爆発。 SNS では、「さよならマクドナルド」というハッシュタグの投稿とともにマクドナルドのアカウントブロックした、とマクドナルドへの決別宣言投稿が目立っている。旧ジャニーズファンによる不買運動は、マクドナルドにとって痛手となりそうだが、実際はむしろ思わぬ宣伝効果となっているようだ。ここ数年は、特に旧ジャニーズタレントのマクドナルド CM 起用が続いていたので、 旧ジャニーズファン的にはマクドナルドの CM はもうすっかり旧ジャニーズ事務所の枠だと錯覚している節すらありました。そうした過信もあり、やめジャニの起用が続くマックに対し、かわいさ余ってにくさ100倍となっているのでしょう。しかし旧ジャニーズファンがこういった不買運動は今に始まったことではありません。やめジャニの CM 起用は、人権意識の高さをアピールできるだけでなく、 あええて旧ジャニーズファンをを騒ががせるるるるこことととでで話題にすることにすすももつながる思わぬメリットを生んでいるとも考えられます広告代理店関係者旧ジャニーズファンは敵に回してもダメージが少ない実際にファンたちがこぞって不買表明をしたことで「シャープさよならマクドナルド」がトレンド入りしておりマクドナルドにとって痛手のようで良い宣伝になってますよねと旧ジャニーズファンの不買運動が むしろマクドナルドにとってプラスの宣伝になっていると見る意見も参見された。富士屋はスノーマンを CM に起用したことで、売上が V 字回復。スノーマングッズを予約特典にしたクリスマスケーキが2か月前に完売して話題になりました。しかし、マクドナルドはターゲット層も幅広く、商品ごとに設定されたターゲットという和製のあるタレントを起用してきたため、 旧ジャニーズファンを敵に回しても、実際は大したダメージはないでしょう。木村さんのイメージが定着しすぎていたタイミングでもあったので、旧ジャニーズタレントに縛られず、新たなターゲット層に波及できる良いタイミングとして、幅広い世代のやめジャニの起用に振り切ったのではないでしょうか。どうナンバーアンダーバー・アイをはじめとするやめジャニの起用は、マクドナルドの賢い戦略と言えるかもしれない。どう思いますか 気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。